公開お疲れ様でございました。さあ今ゆっくりと着岸ということで、皆様のお近くにですね、今堀江謙一さんが戻ってこられました。さあ日焼けした顔とですね、そして白いキャップ、また白いですねこのウィンドブレーカーを着てですね、今さあ堀江謙一さんの姿しっかりと見えましたね。お帰りなさい。今帽子を大きくゆっくりと振って皆様にご挨拶でございます。さあ皆様、もう本当にですね、今日は早くから堀江謙一さんのこの無事な元気な姿を一目見たいということで、たくさんの方にお集まりをいただきました。皆さんお姿見えますか？もう本当にね、長い航海を終えたと思えないほど元気なお姿で、もう皆様も安心したのではないでしょうか。さあそれでは今サントリーマーメイド3号無事に着岸したということで、それでは上陸をしていただきましょう。ではよろしくお願いします。さあいよいよ堀江さんの上陸第一報ということで、おめでとうございます。本当にお帰りなさいませ。さあそれではまずは堀江さんのヨットを設計いたしました横山一郎さん、そしてサポートをされました浦野さんから花束の贈呈でございます。贈呈する花束はサントリーの青いバラアプローズです。その名は喝采、花言葉は夢叶う。まさに太平洋横断を成し遂げました堀江さんを出迎えるにふさわしい花束の贈呈でございます。さあそれではお渡しいただきましょう。本当にお疲れ様でございました。それでは少しですねフォトセッションということで、お三方お並びいただきまして、どうぞカメラに目線をお願いいたします。さあ今回はロットを設計しました横山一郎さん、そしてサポートをされました浦野さんからこのアプローズの花束の贈呈でございました。よろしいでしょうか。ではお二方どうもありがとうございました。それでは堀江さん、改めましてお帰りなさいませ。もう本当にですね、無事なお姿を見てほっとしました。ではですね、お疲れのところ大変恐縮ではございますが、もう皆さん首を長くして堀江さんの無事な帰港を待ち焦がれていたと思いますので、ここで一言お言葉を頂戴したいと思います。それでは堀江さん、よろしくお願いいたします。皆さんどうもお待たせしました。昨日この新日常ヨットハーバーに到着して、ヨットから今初めて第一歩を歩かせていただきました。そもそもこのヨットの航海は今から60年前、この西宮からサンフランシスコへ、マーメイドの方で航海したわけですが、その時のヨットの設計が先ほどの横山一郎さんのお父さんの横山明さん、明先生の、まあ、日本のヨット界の元祖であるお父様に設計していただいたことで、60年前サンフランシスコに公開いたしました。そして60年後その息子さんである横山一郎さんに設計していただいて、今回サンフランシスコから日本への袋の太平洋一人ぼっちの公開を行ったわけですが、そもそもこの公開は横山明さん、お父様と息子さん、親子2代でお世話になっているという次第でございます。そしてまあこの航海は、この西宮にあります
笹生病院さんというところでヨットに必要な薬をですね、用意していただいたわけです。でその薬はサンフランシスコを出航するときにもちろんこのヨットに、搭載され、そしてこの今現在も搭載されているわけですが、この69日間の航海の中でこの薬の何を僕が使ったかと皆さんお分かりでしょうか。実際に使いましたのは目薬とバンドエイドだけだったんです。ということはいかに僕は健康体であるかということで、僕自身は今青春真っただ中なんです。でそもそも、この航海の目的は僕の精神と肉体の完全燃焼を目指すことであります。明日のジョーが完全燃焼を目指しており、僕自身もこの航海によって精神と肉体の完全燃焼を成し遂げたとそう確信しておりますので、僕現在は青春真っ只中です。ですから釈拝ではございますが、これからも大器晩成を目指して頑張りたいと思いますので、今まで通り皆さん応援をよろしくお願い申し上げます。よろしくお願いします。ありがとうございました。もう長旅から帰ってこられたことは思えない力強いお言葉をいただきました。本当にありがとうございました。お疲れ様でございました。